氷山空母、ハバクックの予想図氷山空母とは、手頃な大きさの氷山を、洋上基地あるいは自力航行が可能な巨大航空母艦として運用する構想のことである。数々の奇想天外な兵器の発明で知られる、イギリスのジェフリー・ N ・パイクが、第二次世界大戦中に考案したものの一つで、氷山の上面や内部を加工し、その巨大な面積を利用して陸上機も、 運用可能とする壮大な構想であり、実際に、モデル実験なども行われた。最終的に、コスト面を理由に計画は中止された。第二次世界大戦中のイギリスでは、ーボートなどによって、通商破壊活動を行い、大西洋航路を脅かすナチスドイツに対し、輸送支援のための洋上航空基地を必要としていた。実際に試作された、パイクリート穴が開いているのは、 対弾性のテストで銃で撃ったため氷山空母はその対策の一つとして構想された。ルイス・マウント・バッテンとパイクによってチャーチル首相に提案された計画は全長約600メートル、全幅100メートル、排水量200万トンの氷山空母を作ろうとするもので、カナダから切り出した28万個の氷塊から作ろうという計画であった。 あとには強度を増すためにパイクリートという水と木材パルプを混合した材料に変えられた。これは通常の氷より強度や融点が高い性質を持つ。鉄材で骨組みを作り、走行にも氷を利用。損傷は海水を凍らせて回復させることも考えられた。パイクリートといえども時間の経過とともに溶けてくることは避けられないが、 これに対しては内部に冷凍機室を設置して、船体全体を冷却する構想であった。発案当初は、自力移動はできない、いわゆる人工島の構想であったが、動力を搭載して、単独での航行も可能にする構想も練られた。動力源は、 外部のナセルに取り付けられた26台のディーゼルエレクトリック方式とし、左右の電動モーターを制御することで行い、時速 18km で航行する計画だった。船体の外観の詳細は不明であるが、巨大であることや動力を外部に搭載することのほかは、一般的な船型となる予定であったようである。自衛用に40機の4.5インチ対空砲などで武装し、 150機の総発爆撃機や戦闘機を搭載する予定であった。その巨体と損傷しても海水を流し込んで凍らせれば復旧できることによって計画では不鎮空母となるはずであった。この構想はハバクック計画と命名されイギリス、アメリカ、カナダの3カ国による共同開発が行われることになった。計画名は 旧約聖書の破爆区書の一節にちなんだと言われている。なお、まだ、大西洋横断飛行が達成されていなかった、達成できるかどうかさえわからなかった頃に、大西洋上に人工島を築いて、航空路の中継点にしようという構想がかなり、ルフしており、そこからもヒントを得たと思われる。1943年に7000万ドルの予算と8000人の、 自認を8ヶ月間にわたって投入し、カナダのアルバータ州のルイス湖やパトリシア湖で、パイクリート製の長さ18メートル、幅9メートルの試作船を作るなどの実験が行われた。しかし、実用化にはさらに莫大なコストがかかると予想されたこと、アイスランドの基地が使用可能になったこと、航空機の航続距離が伸びたこと、U ボートを発見するためのレーダーの性能が、 向上したことなどの選挙区の変化、兵器性能の向上があり、空母の必要性は著しく低下したため、1943年中に計画は中止された。試作船は冷却装置を外されるなどして解体され、残骸はパトリシア湖に投棄された。1980年代に固定に沈んでいる状態が確認されている。その題材上の魅力から小説や ゲームなどの創作世界において、たびたび登場する。ありがとうございます。